はい、どうも皆さんこんばんはということで、3月の29日月曜日の成長日記クロニクルをやっていこうかなと思うんですけども、みたいな感じでやってましたね。懐かしいわ。はい、こちらオッティですね。オッティの今日は寝顔を撮影しました。はい、ということで今回なんですけども、いつも食べてるカットビーフのおやつの先にこの初めての泡ボールがあったら、ハムスターの3匹は一体どんな反応をするのかっていうのをちょっとやっていこうかなと思います。はい、ではやっていきましょう。元気よくやっていこうぜ。はい、ということで、肉を置く位置の癖が強いな。いつもこの日付で遊んでましたからね、成長日記やってる時で。そう、この泡なんですけど、泡ってまあ穀物なんですけど、あの栄養価的に言うとね、ひまわりの種とそんなに変わんないんですよ。ただひまわりの種よりもかなり脂質が低いんですよ。だから、まあ、ひまわりの種あげたいけどな、脂肪分多いから太っちゃうからな、ちょっとなっていう人はこの泡ボールをあげると、まあ、結構栄養価的に似てるので、すごくハムスターは喜んでくれるんじゃないかなって思いますね。はい、まずは、いや懐かしいね、この手乗りの感じも懐かしいわこの感じ。そう、こんな感じでやってましたね、成長日記60日間やってる時。そう、未だにねたまに練習するんですよ。だからまあ全くできなくなってるっていう感じでもなくて、まあもう普通に結構慣れてますね。うん、ほらきなこ乗ってくるもんね。いや懐かしい。さあでは本番ですよ。いつも食べてるカットビーフのその先に得体の知れないよくわかんない初めてのおやつがあったら一体どういう反応するのかっていうのをね、ちょっと見ていきましょう。さあどうだ、いよいよハワーボールとご対面ですね。さあどうだ、早い早いわ。なんでわかるんですかね、初めてあげるものなのにこれが食べられるものだっていう認識がなんでできるんだろうなすごい落ちちゃった、落としてしまいましたね。まあ手乗りもまあこんな感じで相変わらずまあ楽勝にできるようになってっていう感じで、いやすごいわ。ただ泡ボール好きだねこれ、気に入ってくれてますね、よかったよかった。初めてあげたんだけどな、泡ボール。いい感じですね。きなこ好きだね、これ。さあ、続いて、もちこやっていきましょう。もちこ、もちこ、もちもちこ。元逃げ子ですからね。逃げ子もさあ、もう成長して、ここまでできるようになりましたよ。もう楽勝だもんね。ただですよ。初めての泡ボールがあったら逃げ子は逃げちゃうんじゃないですかねはい、では見ていきましょう。おっしゃったしかも早い、食べるのが転がってっちゃいましたねまあ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 、これもまあリアルということで、ファーストテイクなんですよこれもね今流行ってますよね、ファーストテイクで歌うのね。結構ビッグの YouTuber さんとかさ、いろんなのやってますよね、うっせぇわとかでね泡ボールファーストテイクいやー本当に生き物の本能ってすごいですよね。これ食えるっていう認識がさ、転がってきた時点でもうさ瞬時に分かるんですよ。なんでなんだろうねこれは。いや僕ね今日本当に成長日記っぽくやろうと思ってまして、楽しみだったんですよいろいろね毎日こう動画の企画とか、まあ、どんな風に
あの動画を見せようとかいろいろ考えるんですけど、なんかたまにはさ、こういつも成長を見守ってくれてた視聴者さんのためにそれっぽいことやりたいなと思ってね、今日本当に楽しみで、この動画作るのが、撮影とかもまあ夜やってるわけなんですけど、まあ良かったですね。うん、あ、でそう、成長日記の総集編なんですけど、なかなか編集が難しくてですね、全部で5時間半ぐらいあるんですよもうね、フリーズしちゃって編集ができないっていう状態になっちゃってて、今ちょっとどうしようかなっていう感じなんですよね。あ、これオッティですね。そう、説明し忘れてました。オッティです。うん、そうだからちょっと総集編をパート1、パート2、パート3とかに分けて出すかもしれないな。いいですかそれでもだから最初の、例えば、まあ、60日間を追ってたので、最初の20日間とか真ん中の20日間、終盤の20日間とかっていう感じでもしかしたらやるかもしれないですね。うん、じゃないとね、レンダリングがねできないんですよ、なんかうまいこと。そう、さあ、オッティが、オッティひときわでかい泡ボールを見つけて食べてますね。かわいいわオッティいや、オッティなんですけど、最近ね、僕があげるものを結構気に入ってくれて、まあそう、それこそかじりきの時もそうなんですけど、オッティが一番かじりきかじってるんですよ。で、この泡の方もさ、割と気に入ってくれて食べてくれて、もうなんかね、パパ嬉しいですね皆さんのおかげですね、本当に。いろんなものをこうして試してみたりとか、好きでいてくれたり、あ、ほら、かじりき写ってるの分かります？すごいかじってますよね、こういうのね。そう、なんかさ、動画にしようかなとか、ちょっと自分の中で楽しい気持ちになったりとかすると、こういうものを買ってきたりとか、そういう場所に行ったりとかね、するんですよ。だから本当に皆さんのね、おかげなんですよね酔ってな、ピースするんじゃないよはい、ということでね、今回はちょっと成長日記っぽく動画の方を作ってみたっていう感じですね。うん、かわいい好きかよ、大好きかよ。はい、ということで、本当に最後まで、ご視聴いつもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。いや、本当にご視聴ありがとうございましたではまた